待って、ん？ふくらはぎ筋肉あるな。ちょっと、どうも、ゴロミです。チェンジ。いや、トロフィーいらない。撮るかスクリーンショット誰が。どうもゴロミです。ちょっと待って待って待って、足閉じて。ちょっと待って、兄さんじゃねえから。待って、想像してた数倍。いやいや、まあ死なのか、作るな。ここではゴロミって呼んで。そりゃ閉める。待って、左上のゲージあるの。うん、え、これ解放するのか、もしかしてゲージがあるってことは。はっ、カバに入って男が出てきたら誰でも怒るのか普通や。え、リナさんの言ってた同性同士でも見える世界があるって、そういう、あ、そんなことない。え、楽しく酒を飲むの、酒。さすがや、さすがキリュウちゃんや。気に入ったで。ほな、全力で俺を口説いてみや。いいだろう、その勝負受けて立つ。マジ殴れんのが分かりやすいんだけど。水じゃね。あ、さすがに違った。兄さんに飲む。兄さんは飲むや。キリュウちゃんは来ないな店よーくるか。いや、普通に会話始まっちゃった。ほんなら今日はラッキーやったね。こないに可愛い女の子と酒が飲めるなんて。フルボイスつらい。そうそうないやろうからね。可愛い。みんなおかしくなっちゃった。うちに惚れたらネイルちゃんとしてる。うわー、もうしばきたい。案外ハマっちまうかもしれ。なんでキリュウさんの方がリップサービスするの。ノリしとるぞ。さすがキリュウちゃん。どっから調達したんだよ、その髪飾りとか。こういう店にはよく来るのか。あ、俺か、うん、俺は毎日のように通っとったで。濃いなぁ、真島さんは通ってそうだわ。ひょっとして入れ込んでる女でもいるのか。あほ、客としてやない、オーナーやったんや。え、なんだと。経営、それもしのぎの一環。えっとぎ組を破門されて肩気になってた頃があっての、我ながら辛い過去やったわ。キリュウさんと同じじゃん、破門されてるのって。刑務所よりマシだ、想像もつかねえな。その気持ちわかるぜ、その気持ちわかるぜだよね。同じ、全く一緒じゃん。その本当にそんな過去あったんだ。え、なんかさ、バーやってる時に夜の帝王って呼ばれてたみたいなこと言ってたけど、割と本当なのか。肩気で働いてて有名だったみたいな。俺にも肩気の頃があったから。おお、せや、詳しくはリュウの孤独ゼロで。開発人しのぎしとったの。確か不動産やなかったか。不動産。ああ、へえ、すったまだわったりしてよ。このカムロ町一帯ビルというビルを俺の島に。やりすぎじゃない。それのどこが辛いかくない。栄光やん。そんなん何の自慢にもならへんで。お茶飲もう。そもそも私も一杯もらいます。他人が建てたビル奪ったところで、おもろないやろ。それより、なんかね、自分の手ででっかいビル建てる方が、俺は興味あるの。そう、バーテンとして建ってた時もあって、ユニアブタワーよりもでかいビル。その時に聞いた。異様。建てたるやないか。もう、なんかヤクザやめてもいいんじゃないかな。なんかの形で成り上がれる気するわ、真島兄さんは。まあ、楽しいのかもしれないけど、極道の世界。キリちゃんの方からも話題振れんか。来ないな時は男の方からリードせんと。どっちも男や。そうだな。ゴロミはどんな男が好みなんだ。私私めっちゃごつい男が好きやね。腹立つ。やっぱり男は強くてなんぼやわ。兄さんより強い相手を探すの骨が折れるだろ、なかなか。顔がいいとか金持ってるとか頭がいいとかそういうのは気にしないってことか。なあ、そういうのどうでもええねん。とにかく一緒にいて楽しいことがすべてや。せやから強くなかったらあかんねん。もしかして私今真島さんの好みになるより教育されてる最中。ん、ああ、そんなん決まってるやろが。ひょっとして男女が一緒におってやることといったら一つ。喧嘩やろが。男女他にもあるだろう。あんたの頭の中には喧嘩、なんか男性同士だったら喧嘩でもいいけど男女で喧嘩はちょっと事件性が。あ、他って何や。キリュウちゃんやったら
女と付き合うた時に一体何したいっちゅうね。ラーメン一緒に食べに行きたいかな。まあほらデートしたりするもんじゃないか。デート？なやキュルちゃん、私とデートしたかった？あよ言ってや。なあなあ、どこ行きたい？真島兄さんとは言ってないけど、まあ違う、そうじゃねえ、あくまで一般論の話だ。え、これ下がるの？なんで、あ、速攻でホテル連れ込む。俺がなら付き合えるにしなきゃいけなかったの？まったく無茶を言ってくれるぜ。おい、せっかく上がった好感度がなんで私ががっかりしなきゃいけないの？え、これ終わる？これでそろそろお時間となりますが。いや、追加オーダーだよ。ちょっと待って、悔しいわ、延長しようぜ。そうだな、延長しよう。バッドコミュニケーションのまま終われないよな。キャバクラを経営してたなんて面白い話の一つや二つあるんじゃないのか。あほう、おもろいことあるか。あいつもこいつも面倒なガキンチョばかりで。まあキャバクラに勤めている女の子とかでは真島さんのお眼鏡にはかなわなかったんだね。それに比べてごらん見たら完璧すぎ。こんなキャバ嬢がおったらお店の人も毎日ハッピーやろな。完璧すぎ。そうだな、女を扱う仕事は気苦労も多いだろう。そもそも女を使おうって儲けようっちゅうのがしょうに合わんし。あ、まあ真島の兄さんそういうタイプじゃないよね。嫌で嫌で仕方がなくって。そんなに嫌だったんだ。でもなんだかんだ女の子には慕われてそうだけど。けどいろんなトラブルを一緒になって乗り越えていくうちにどうにも情が湧いてきよってな。絶対自分のお店の働いてる子たちを大事にするタイプでしょう真島さん。店のみんなとお別れするのが辛くなってしまった。みんな今頃どこで何しとるんかの。なんかいい人エピソードがこれでも勝ってぐらい増えるやん。なるほど、そういう意味で辛い過去なのか。どうやらあんたにとってキャバクラってのは大事な場所らしいの。まあ、確かに今付き合いがあったら危ない目に合わせるかもしれないもん、ね、キャバクラの経営きっと客ん時とはちゃう目線で楽しめると思うで。楽しそう。そんな機会があればな。女の子の個性に合わせてなんかドレスとか選んであげたりとかね、楽しいんじゃないかな。どんな仕事なのか想像もつかねえが、キャバキリュウさんなら変なお客さんがいてもお外に連れ出せるだろうし、ね、できれにおしぼりを渡して金もらうだけ。ね、うちのおしぼり使ってもらってええかな。そう言われると同じような気もしてくるな。ま、お客様おしぼり代100万円。何があっても。おお、わかったわかった。よし。辛いところやけど、それでもやってみると案外楽しいもんやで。オッケー。次の案件の話ですか。違うよ。これさ、ちなみに延長でお金かかってる？いや、いるけど、つい最近知り合った人。おいおい。それに今そんなこと考えてる場合じゃない。なかなか。演技上手で将来は女優になると思うんだけど。少しくらい遊んでもバチは当たると思うで。まあ一緒に歩いてるとたまに警察に話しかけるのがたまに傷だね。しゃあないの、孤独なキリュウちゃんのためにゴロミちゃんが一肌脱いだろやないか。なんだ悪く、これでも好感度そっちこそどうなんだ。悪くねえな。そうだな。まあ実際兄さんの過去の話を聞けるの楽しいよね。ゴロミはいい女だ。ほんまか。いや、目キラキラさせるのやめて。いや、普通に楽しいけど、バーテン時代の話とかももっと聞きたいけど。他の女と違ってこっちもカッコつけねえで自然体で飲める相手だからかな。おかげで久々にいい酒になったぜ。実際だって戦ってたらこんな風にゆっくりお話できないからね。そういう意味では。やだ、ゴルミ行ったらドキドキ。まあそんなこと言うたって簡単には落ちないんだからね。なんだろう、私もムカムカしてきた。ちょっとムカついてきた。そろそろ時間か。うん、延長するけど。キリュウちゃんとのトークは最高な気分や。おい、これ土地を落とさなかったら満タンだったな。もうこうなってアフター儲けしたら。ちょっと待って、どういう女の気持ち持て遊ぶっちゅんか。責任も取れんくせに手当たり次第口説くとは男の風上にも置かれへん。この女の敵、うん、あんた女じゃねえだろうが。うか、やがましい、俺が世のキャバ嬢に代わって成敗して。やっぱそうだよな、その格好のまま。あ、そうだよね。え、二人とも捕まるってその格好のままだ。転びになってるし。兄さんちょっと落ち着いて。ちょっと待って待って、
と、てて強いな。ほんで飛び方がゲーそんなちょっと待っていかあまりにもかわいそすぎる助走をしてても強すぎるので遠慮なく行かせてもらうよっしゃって女の顔を殴るなって嫌だって全然嬉しくないパンチラでも私には早いとここの人を何とかして着替えてもらわないと警察呼ばれちゃうよあんたこの方こそその格好でよく戦えるなキリュウちゃん作ったのそれどこで買ったと思ったんだけどいやおもろいなわざわざ作ったのまだこんなことを続けるつもりかまだなキリュウちゃんゴロミいい女だったぜ血迷ってるわいやでも面白いイベントだったなでもなんかわざわざキリュウさんに楽しんでもらうためにドレスまで作ってくれ、ま、普通に考えたらサイズないよねそんな手間までかけて相手してくれたんかひょっとしてめちゃくちゃ可愛げのある人なんじゃ